こんにちは、ベンジです。クリプトオブザネクロダンサーの続きやっていきます。よし、速攻ゾーン1に行きます。このゲームはちょっとのミスが命取りなんでね。極力ミスしないように。お、早速買ったばっかの。ああ来てるよ。所持品プラス1。おう。所持品ってどれのこと言ってるか。幽霊を近づけない。あの消えるやつか。今んとこノーダメージ。お、ボム落ちてた。これ隠しのフロアがいっぱいあるね。おーし、いいね、これ好き。いいねー、クレイモア。はい、なんだっけ、ブロードソードだっけ。で、なんか動画見返してたら、時間が経ってくるとこのなんていうの、音符の色が赤くなっていくんですけど、それが最後まで行くと、時間切れになっちゃう。所持品ってことは、これが2個持てる。ああ、そういうことだね。何これ、また違う色のダガーが来た。あ、コイン攻撃のやつが青か。一部の地形効果を無効。あとか。これシールド。あー、こうなるよね。押すか。これでいこう。マジあの天守、ノリノリだよ。こいつはアホみたいな動きだ。これなんだっけ、生贄が必要。生贄か。手に入んな、入れないか、さすがにボスは。あ、なんか拾った。4ダメージ、脆い。なるほど、生贄捧げたよ。ダメか。君おいで。あ、どうした、壊れたのか。ガラスのかけら。あー、壊れてかけらになったのか。ハートのとこまで戻りたい。あ、隠し通路。お？青い鍵？あ、ロビーの？あ、ほら、赤くなってきた。音符が。もう、行かないと。ダメってこと。はい。あー、バッカー。
バカめ。爆弾は持ってない。なんか、お、いいね。こいつも引っかかる。引っかかんねえか、さすがに。怖っ。よし。いいね。このエリアボスも、うわぁ。あいつ抱きつかれると、体力が増える。あ、無駄に掘っちゃった。そっち行きたい。ああ。え、行けないじゃん。いいか、行っちゃうか。行きます。ボスだな、次。ディープブルー。誰だ。あ、今回ヒントなし。あ、チェスだ。こいつはポーンだな。倒した？あんまり。よくわかんねえうちに倒したな。お、ダイヤ5つももらった。Dad was always coming and going on his adventures. But this time he seemed more excited. He said he'd found it, some great treasure. When I was older, I found the notes he left behind. Directions to a graveyard. Uncle Eli tried to stop me.But Dad had been gone for 2 years. I had to find him. なるほどね。お父さんが行方不明になって探すためにこのダンジョンに潜ったんだ。はい、戻ります。New character unlocked. イーライ。あ、イーライおじさん。イーライおじさんまず見てみよう。ボムを無限に使い敵に向かってボムを蹴り飛ばせるボンバーマンかっつ。なるほどね。まあ、とりあえずはケイデンスで行きましょう。Hello. 防御 1.5 視界プラス2。お、あ、そっか。マーリン。お、なにこれ、魔法、魔法か。良いアイテムってお金持ち、敵を凍らせる。とりあえずこれと、これとこれが安いから買っとくか。お金持ち、なんて書いてた。お金持ちをアンロックって書いてある。はい、幸運の指輪アンロック。あ、なんか魔法アイテムみたいなやつかな。これ。あー、あとこれでいいか。次ゾーン2か。ゾーン4で終わりなんだな。だからゾーン1はもう、チュートリアルみたいなもんでしょ。まあ、とりあえずクリアできたってことで、ここで終わってみましょうか。じゃあ次回、ゾーン2からやっていきます。ご視聴ありがとうございました。